今日は投打のヒーロー、まず先発見事なピッチング井上投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。優勝目前、大事な試合先発を任されました。どんな気持ちでマウンドに上がりましたか？いやもう絶対に勝ってやるんだっていう気持ちを持ってマウンドに上がりました。立ち上がりから満塁のピンチがありましたが、あの場面はいかがでしたか？結構危なかったんですけど、大島さんのリードで、リードを信じて投げ切って抑えれたので良かったです。そしてその後は三者連続三振というのが2イニングありました。三振9つ奪って無失点、今日のピッチングいかがでしたか？いやもう本当に大島さんのおかげだと思うんで、はい、感謝したいです。ただこの優勝目前というこの雰囲気の中戦っている、そのメンバーの中にいる、どんな気持ちですか？いや去年までだったらありえないくらいのお客さんの数で試合をやらせてもらっているので、本当に嬉しいです。井上さんの好感もあって、その後接戦をものにしました。ベンチではどうやって見てますか？いやもう頑張って1点取ってほしいなと思って応援してました。そして勝ってマジックが1つ減りました。井上さん、まだまだ出番があると思います。次に向けて決意を聞かせてください。いやもう任された試合は必ずゼロで抑えて、チームの勝利につなげられるように投げていきますので、応援よろしくお願いします。